材が浮いてしまいます。まあある秘密がありますんで、実演を交えながら説明していきたいと思います。こんにちは、社長部長の YouTube の社長です。今日もですね、製品の紹介をしていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。今日はですね、リーマフレキ、リーマ付きのドリルネジですね。一般的にはテックスビスとも言いますけども、ドリルのところに両サイド羽がついてます。これがどんな時に使うのか、実際ちょっと皆さんご存知ない方もいらっしゃると思いますんで、この使い方をですねご紹介したいと思います。まあある秘密がありますんで、実演を交えながら説明していきたいと思います。はい、それでは、ドリルネジ、テクスビスとも言いますけども、商品こちらですね。先端にドリルがあって、ネジ切り部があります。そして頭部ですね、頭があります。これ実際ですね、どんな感じで鉄に入っていくのかというのを一回実演してみます。鉄にドリルを切っていって、こんな感じですね、こんな感じで入っていきます。これが基本的な構造です。これをですね踏まえて、この鉄に木材を締め付けたりですね、いう作業をしていきたいと思います。一般的なですねテクスビス、ドリルネジを使用して締め付けていきたいと思います。こんな感じで木材が浮いてしまいます。ちょっと木材が浮き上がりましたけども、そのまま締め付けていきたいと思います。もうちょっともう木材が押してるんで、沈み込みすぎましたね。はい、こんな感じになります。で、そういう時のためにオープニングでも説明しましたけども、このリーマ付きのドリルネジですね、テクスビスが有効に使えます。こんな感じで木材が浮き上がらなかったの分かりますかね。この両サイドについている羽ですね、これが木材を浮き上がらせない一つの構造となっています。この両サイドについているリーマっていうものが、この木材にですね、下穴、バカ穴を掘って鉄骨に当たったと同時に、こちらですね、向かって右側ですけども、羽が取れてますね。羽が飛び散って、そのまま鉄に締め付けていくっていう形になります。一番初めはですね、テクスビスで締めた時には浮き上がりました。それがこのリーマフレキで下穴を掘ることによって浮き上がりを防止するという機能がついてます。鉄に木材を取り付けるときは、このリーマ付きのドリルネジを使うことが有効ですけども、もしこれがない場合ですね、通常のドリルネジ、テクスビスしかない場合は、やはり木材に下穴を開けて、下穴を開けます。テクスビスで、締め込むという形で木材の取り付けを行ってください。こんな感じで、はい、さっきより沈み込みが少なく綺麗に仕上がりますね。というわけで、今回はドリルネジ、一般的にはテクスビスとも言いますけども、そちらの方を説明させていただきました。実演でもですね、リーマ付きのビスを説明させていただきました。鉄に木材を取り付けるときにですね、有効なリーマ付き、
もしリーマがない場合はですね、下穴を開けて鉄くすびしで揉み込むという感じの説明をさせていただきました。部材によってですね、長さであったり径であったり、そういうのを選定してですね、きちっとした取り付け方をしてほしいと思います。次回も商品説明させていただきますので、どうぞご視聴の方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。なんで？ねえ、なんでガイちゃん？なんでですかね。ねえ、土下になったらそういうな。リーマフレキがですね、リーマビスですね、がリーマ付きのというわけで、鉄に。